さて、今回の動画は前回組み立てた CNC で、切削？いいえ、組み立てです。あれ、前回も組み立てたじゃない。今回組み立てるものは、別売の CNC 用アクリルカバー。正確には、エンクロージャーと呼ばれるものを組み立てるよ。早く、削るところを見たいな。自分としても、早く切削をしたい。けれど、カバーがないと、いろいろと問題が生じるのでね。アクリルカバーも、説明書は英語だね。日本語版が欲しいぜ。次はアクリル板。こちらも、表面に保護シートが貼ってある。大量のネジとナット、そしてヒンジかな？こちらは取っ手の部分。取っ手だけだと、なんだかシュールだな。マグネットテープ。これで扉を固定するみたい。100均で見たことあるテープだ。次は、コーナー用のパーツ。そして、こっちはアルミのフレーム。この溝に挟まっている黒いパーツは後で使うので捨てないように。さあ組み立てだ。まずはひたすらアルミフレームを組み立てていく。 CNC と比べると組み立ては簡単そうだね。ほぼネジ止め作業だからね。ただネジの量が多いので電動工具があると効率的に作業ができるかな。ちなみにこのカバーって必要なの？個人的にはあった方が良いと思っている。その理由は、1、騒音対策。CNC は、モーターや切削の音が、かなりうるさい。カバーがあれば、ある程度騒音を軽減できる。2、汚れ対策。切削の際に発生する、大量の破片や粉塵を、ある程度封じ込めることができる。3、安全対策。切削中、ビットが折れたり、破片が飛ぶ時がある。カバーがないと危ない。これらの理由から、こういったカバーは、あった方が良いと考えているよ。今回はキットを購入したけれど、単なるカバーなので、自作しても良いと思う。さて、フレームができた。次はアクリルパーツを取り付け。うわ、ネジの数が、また多い。大変そうだ。アクリルの保護シートを、ひたすらはぐはぐ。前回の CNC の組み立てと比べて、アクリルの量がすごいな。まずは、ナットを、ひたすら仮止め。変わった形のナットだね。このナットは、なかなか面白い。フレームの溝にセットして、ボルトを回すと。あ、くるっと回って固定された。こうやってアクリルを固定していく。この作業、楽しそう。だんだんと、完成に近づいてきたね。アクリルの取り付けが完了したら、全面に、マグネットテープを貼っていく。でもアルミフレームの溝があってうまく貼れないね。この溝に先ほどの謎の黒いパーツを使う。あのパーツここで使うんだね。まずはフレームの隙間の部分をこのパーツで埋める。埋め終わったらマグネットテープを貼っていく。これでテープがしっかり貼れるわけだね。そのはずなのだけれど、このパーツを使っても微妙に段差が残る。そのためマグネットテープがうまく破裂、剥がれてきちゃう。なんてこった。凹凸が残る面には厚手の両面テープが有効なのだけれど、このマグネットテープに使われている両面テープは薄手なんだよね。しょうがないので厚手の両面テープを自分で貼って補強した。工夫がいるな。このマグネットテープをアクリル側にも貼って取っ手をネジで留めれば扉の完成。おお、マグネット式の扉だ。最後、上面にヒンジを貼り付ける。これで、上面がパカパカと開けられるようになる。ここにも取っ手が欲しいな。3D プリンターで作ろうかな。横道にそれてきてるよ。これで、ついに完成かな。そう、これで完成。下の面は、開放部になっていて、上から被せる感じ。これで、ようやく削れるね。そう、次回は、いよいよ切削にトライしてみるよ。続く。よければ、他の動画も見ていってね。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。